こんばんは。モノクロームレインボーパーソナリティの名倉ひとみです。2018年が明けまして3ヶ月目になりました。お元気ですか？本当はね、お正月にアップロードしようと思ってたんですよ。ところが企画倒れになりました。実は戦場から中継していただこうと思ってたんですよね。戦地じゃないですよ、船の上です。豪華客船あるでしょ。この甲板から日の出、初日の出を中継していただこう、そんな風にね思ったんですけど、なんと電波が通じない、電話収録できなかったんです。もうね、泣く泣く諦めました。自分がねマイク持って船に乗ればいいんですけど、私ね船酔いします。船酔いするんですよ。あなたは大丈夫ですか？船、私本当にダメなんですよね。まあこうやって番組制作とはトライアンドエラーの繰り返しです。仕事ならもうどんなに失敗しても頑張ればいつかは取り返せる。取り返せない？取り返せますよ。取り返せる、もうそうやって信じてる。だけどどんなに頑張っても取り返せないものがある。言わなくてもわかりますよね。時間でしょ。そして命。今日は3月11日です。私にとってはどうしても忘れられない日です。命をテーマに語ります。モノクロだから、この番組だから語りたい、聞いてくださるあなただから語りたい。もしお時間があれば最後までお付き合いください。あなたの心に七色の虹をかけるモノクロームレインボー。この番組はエメラルド商事の提供でお送りします。ねえあなた、今日は春のお彼岸よ。あら、お墓が雪に埋もれてる。お父様が見えないわ。え、掘り起こす？スコップで？そうだね。ハイツエメラルドはあなたの新婚生活を応援します。ハイツエメラルドは札幌副都心 JR 新札幌駅から車で5分 2LDK 車庫付き5万5000円から共同の融雪機もあります。ハイツエメラルドは信頼と実績29年、エメラルド商事の建物です。そうだね、今大人気なんですって、そだねジャパン。あれが北海道弁だっていうの知らなかったんですよね。ニュースになって、あ、そうなんだって思いました。でも私が言うと、あれ、イントネーション違うなんてね、思ってるかもしれないですけどね。あのコマーシャルの中に、お墓が雪に埋もれてる、スコップで掘ろうなんていうのがねありましたけど、私ね3年前にあの母をね火葬場に送っていく時、あの霊園の中を通ったんですよね。そしたら窓の外を見るとお墓全部雪に埋まってたんですよ。そこをスコップを1本持ってみんな掘ってるの。ちょうど春のお彼岸だったんですよね。それで穴が開いたところにみんな入ってお花を供えたり、お線香を焚いたり、そしてお経を読んだり、そうやって供養してるのを見てね、
うわー、北海道の墓参りは大変だなって思ったんですよね。さて、3月11日、東日本大震災の命日です。そして、母の命日でもあります。大震災から4年後、2015年、母が急死しました。自殺しました。こんなことを話すべきじゃない。話さない方がいいんじゃない？話して何になるの？そんなご意見もあるかと思います。確かにそういうことは、親族は特にね、隠したがりますし、また隠すのが当たり前、そういう社会の暗黙のルールがあると思います。ただ、当時のことはね、ブログに私、詳しく書いたんですけど、丸3年経って、その記憶がどん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 薄れてるような気がするんですよね。よく言えば、月日の流れが、その心を癒してくれてるような気もするんですけど、だけど、やっぱりね、あったことをなかったことにするのはね、どうしてもどこかで腑に落ちないところがあるんですよね。それに、母の死は決して恥ずかしいものではないと私は思ってます。だからといって自殺するなとか、自殺を勧める気持ちは毛頭ありません。まして、プライベートを切り売りするつもりも一切ありません。ただ、母が生きていたこと、母が確かに存在していたこと、それをこのモノクロに残したいな。3年経ってそんなことを考えてます。最初に言いますけど、重い内容です。だから聞いてて、辛いな、苦しいな、もう聞きたくない。もしそう思われたら、ストップボタン迷わず押してください。ページを閉じてください。大丈夫かな？では、私の母をご紹介します。母は1940年、昭和15年、4月27日生まれです。生きていたら78歳。母の祖父母、つまり私のひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんです。開拓民でした。当時の北海道というと、江戸時代から明治になって、開拓民が入ってきましてね。自分たちが開拓した分だけ、その土地をもらえるっていうね、まさにドリームランドだったんですよね。母は農家の娘、10人兄弟の五女でした。そして私が言うのもなんなんですが、母はお嬢様でした。もう一点の曇りもない、人生に失敗という文字がない、そんな人です。私が人に踏まれる雑草なら、母は高嶺のユリ、本当にね、母は死ぬまでエステに通ったり、もう無駄毛なんて一本もない、しかも白髪も見たことなかったんです。また若い頃は縁談が多くあったと本人から聞いてます。本当かどうか分かりませんよ。それを全部断って、両親の反対を押し切って、貧乏極まりない父と結婚しました。母は OL だったんですけど、専業主婦になりました。子供は私と弟、一男一女です。私は子供の頃、母の高校時代の写真をね、よく見てたんですけど、セーラー服だったんですよ。ものすごく可愛くて、母じゃなくてね、セーラー服が。それで同じセーラー服を着たい、そう思って同じ高校に通ったんです。母はですね、
まあ同じ高校を卒業して地元の女子大学進学してほしいな、そんなことを思っていたと思います。だけどほら、あの一昨年の7月のこの番組でね、二浪して東京の大学に進学した、そんな話をしましたよね。いや両親はね大反対だったんですけど、入学式に来てくれて嬉しそうな母でしたね。入学式の当日は両親と食事するそんな時間もなく、正門前で別れました。まるで両親はね、近所に帰っていくようにバイバイまたねみたいな感じだったんですよ。そしたら後で父が言うには、あの山手線にね乗って羽田空港へ行くとき、母がその電車の中で突然大粒の涙を流して泣いたそうです。私の前では涙を見せない母だったんですけど、直接泣かれたのは2003年です。我が家が転勤になったんですよね、札幌に。つまり私のふるさとです。嬉しいと思うでしょう。ところが私は当時小さな芸能事務所に、まあ席をね置いてたんですよね。しかもその前に7年間パニック障害、これを患って、そして苦しい苦しい養成所時代を経て、ようやく掴んだチャンスだったんですよ。それで転勤が決まって、もう愕然としましてね、母から電話が来て私が言ったんです。お母さん、今ね私帰れないから、帰りたくない。親不孝ですよね。その時母が、お願い帰ってきて、3年だったんです、その転勤がね。3年間時間をちょうだい、何にもいらないから時間をちょうだいって言ってね、もう電話の向こうでポロ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 泣くんですよ。それを聞いて、もし帰らなかったら、もし帰らないまま両親に死なれたりしたら後悔しますよね。もう本当に泣く泣く札幌へ帰りました。何にもないんですもん、仕事もない付き合いもない、また一から養成所通ってチャンスを見つけるの。何にもないって知ってて帰るのって本当に辛いですよね。だけど帰ってきたからには親孝行せにゃ。そう思ってるうちに、ひょんなことからラジオに巡り合いました。毎日三角山でお仕事をさせていただきましたね。ところが毎週末実は東京に通ってました。月曜日から木曜日まで仕事をして、金曜日に東京へ行って、何をしてたか、講習会を2本受け、そしてボイストレーニングを1本受け、とにかく戻ったらすぐ仕事ができるようにしよう、そう思いまして、だから東京から帰ってくるのが日曜日、もう本当に疲れ切ってるのに、必ず途中下車して母の顔を見て、両親と食事して、それで自宅に戻ったんです。まあこうしてね、やってるうちに自分の体も悲鳴を上げまして、それで自家選手用になって手術したんですよね。そんなこともありました。時間を見つけては両親と一緒に旅行しました。北見にも行きました。摩周湖にも行きました。帯広、富良野、登別、よく温泉に母と入りましたね。そうして3年過ぎて、東京に戻る頃にはよくここまで親孝行してくれました。もういいよ帰って、
最後にはね、そんなことも言われたりしたんですよね。それから東京に戻ったらすぐに関西に転勤になりました。せっかくだから両親を京都へ連れて行きました。嵐山のちょっと高級な旅館に泊まって、貸切ハイヤーを頼んで、金閣、銀閣、あとどこ？五重の塔？まあいろんなところに行ったんですね。私は母と同じ高校出身なので、修学旅行は京都だったんですね。ところが父は中卒、中学を卒業して自衛隊に入りました。だからこの旅行が初めての修学旅行だったんです。母と一緒にちょっと横目で、ふふん、私たち来たことあるもんねとか言いながらね、もう大はしゃぎの父を見て笑ってたんです。この時の旅行、母は一番楽しかった、そう言ってました。母の最後の旅行は東京です。2013年、そろそろ転勤も落ち着いて新築マンションを買ったんですよね。バルコニーから見える東京の景色、これをね、母に見せたい。そう思って呼んだんです。新宿の高層ビルが見えて、そのビルの上にまん丸い大きな月が出てました。それを見た母、わあ、ここに住みたいわ。そう言ってたんですよね。その日、実は私、弟と15年ぐらい、疎遠だったんです。もう弟はね、本当に親不孝で絶縁状態だったんですよね。恥ずかしいんですけど。その弟と和解しまして、4人で焼肉屋さんに行ったんです。父、母、私、弟、4人で記念写真を撮りました。それが後に遺言で、母の遺影となりました。2014年、東京に来た翌年です。母は体調を崩しました。原因はですね、後で父に聞いたんですけど、実は父、母に重たいタンスを持たせて、一緒に2階へ運んだんですって。その時は、特別何か痛みがあったわけじゃなかったんですね。ところが3ヶ月後、肩の痛みを訴えました。それがある時、激痛に変わったんです。近所の整形外科に行きました。MRI を取りました。ところが原因がわかんなかったんですよね。痛み止めを飲んで、それが効かずブロック注射を打って、それが切れるとまた激痛となる。他の病院にも行きました。でも結果は同じです。それを繰り返してるうちに、全身に激痛が走るようになったんです。しまいには、テレビの音、父の話し声、それを聞くだけで、全身に痛みが走ったと聞いてます。その間、訪ねた病院15件。最後の病院でようやく母の肩の腱、2本断絶していることが分かりました。だけど母、高齢で、その頃少しずつ痛みがなくなってる時だったんですよね。医者から再建手術はやめましょう。手術のリハビリ、ものすごく痛いですよ。そう言われて、手術をしなかったんです。母は自分の体が元に戻らない、そのことに非常にショックを受けてました。食事もできず、薬の量がどんどん増えていきました。しまいには寝たきりになって、歯がポロポロと欠け始めたんです。寝込んで半年、
ようやく私のところにその報告が来ました。父は子供たちに迷惑をかけたくない。それがお父さんとお母さんのルールだから。だから教えなかったんだ。そう言ってました。そのルールは私が東京に出てった時、つまり大学生の時、父と母がそうやって決めたそうです。帰らないわけにはいきません。帰りました。そしたら、人の表情をしていない、人の表情を失った母が寝てたんです。私が話しかけてもニコリともしない。むしろ、来ないでくれ。帰ってくれ。そんなふうに言われました。その後母は大学病院に入院しました。だけどその病院で治療方法をめぐって両親と意見が合わず、良くならないまま退院しました。そして間もなく母は亡くなりました。その日の朝、母が父に言ったそうです。お父さん、もうすぐホワイトデーだから、娘の好きなワインでも買ってあげて。今夜はマグロの刺身が食べたいわ。それも買ってきてね。父は、わかったよ。じゃあおとなしく待っててね。そう言ったら母は、うん、とうなずいたそうです。父が1時間ほどして買い物から帰ってきました。自宅の鍵は開いていたそうです。返事がない。車庫の方を見ると、ドアが開いていて、その車庫は2階があったんですよね。そこに、変わり果てた母の姿があったと聞いてます。母のそばには脚立と、そしてアルバムがあったそうです。父が母を抱きかかえたとき、まだ暖かかったと聞いてます。母は救急車に乗って、近くのグラウンドまで行って、そこからドクターヘリに乗って、くしくも入院した病院に運ばれました。死亡が確認されたんですけど、かかりつけのドクターは、顔も見せなかったそうです。後に見つかった遺書には、先生が、あなたはもう治らないよ、そう言ったから死にますと書かれていました。私がその知らせを受けたのは、その日の午後です。父から電話がかかってきて、お姉ちゃん、喪服を持って帰ってきなさい。そう言われました。携帯握りしめて、バルコニーに出て、母と一緒に見た東京の景色をずっと眺めてました。その時の空の色、街の音、風の感触、そういうのを一切覚えてないです。ちょうどその前の日、実は北海道は大吹雪で、飛行機が全便欠航してたんですよね。その影響で、その日、朝から飛行機が満席だったんです。ようやく取れたチケット、午後7時発、だから斎場に着いた時は深夜11時頃でした。1階に安置室があって、透明なガラスの向こうにベッドがあって、そこに白い布をかけられた母がいました。だけど私は、母の姿を見ずに父のもとへ行ったんです。
父は警察の事情聴取を受けて帰ってきてました。その事情聴取、6時間もかかったんです。現場検証もありました。そこに警察官が数人来たと言います。その車庫の2階、そこで、その母が亡くなった当時のことを再現したそうです。それで、警察官が母の代わりになって、その首に紐をかけて、お母さんこんな感じですか?そう尋ねたそうです。父はそれを見て、気分が悪くなって、その場で吐いたと聞いてます。そして、私のために用意したワイン、マグロの刺身、父がスーパーで買ったそれを、トランクの中に積みっぱなしだったんですよね。それを警察官の方が見て、美味しそうだな、そう言って笑っていたと言います。私には警察官の友人がいます。女性ですけどね。彼女に、父は犯人扱いなのか?そう尋ねました。その友人、同じ警察官として謝りますと言ってました。だけど、犯人じゃないことを証明するためにやってることなのよ。人が病院以外で亡くなったら、それがたとえ本人の意思で自宅で病死したとしても、必ず現場検証があるんだ。家族は事情聴取されるんだよ。そう教えてくれました。安置室にはやつれた父がいて、お母さんの姿を見て、私にそう言ったんですけど、私は見たくなかったんです。なぜかというと、首をつって亡くなった人、その姿を過去に見たことがあるからです。これはもうラジオでは言えない、公共の電波では言えないんですけど、全身紫色になって腫れ上がります。表情は歪みます。母もそんな姿をしてるかと思うと、見たくなかったんです。父は白い布を取りました。私は一瞬目をつぶったんですけど、静かに開けたら、母の安らかな顔がありました。腫れ上がってもいない、普通の肌色。ただ、紐の跡があって、そこが赤くなってました。これは発見が早かったからだと聞いてます。だけど、そこに眠る母。私、それを見て、母じゃないって思ったんです。なぜかというと、母の髪が真っ白だったからです。だって、母の白髪なんて見たことないんですもん。いつも真っ黒に染めてましたから。これは母じゃない。そう願いました。通夜には疎遠になってしまった親族が来ました。疎遠というのは、私が東京で暮らして、私は疎遠になってたんですね。母の兄弟、そしていとこたち。ねぎらってくれる親族もいました。だけど、冷たい視線を投げかける親族もいました。挨拶もない親族もいました。あんた一体何やってるの?ちゃんと面倒見たの?その思いが伝わってきました。私はただ、母がご迷惑をおかけしてすみません。そう言って、親族一人一人に謝りました。そこに私の涙がなかったので
鬼娘だ。東京になんか行くからこんなことになるんだ。多分そう思われたと思います。葬儀の前、湯棺というのがあるんですね。湯棺。送り人が二人来まして、母をお風呂に入れてくれるんです。洗い清めてくれるんですね。ちゃんとバスタブもあって、でも裸は見えないんですよ。シャンプーして、ドライヤーして、最後に私たちもタオルを持って、その母の足元に水をかけて拭いてあげる。その生足を見たとき、まあ生きてはいないですけど、初めてこれが母だ、母の足だ、そう思ったんです。そして、化粧もしてくれるんですね。だけど、その送り人、化粧が下手なんですよ。もう頭にくるぐらい。だってね、血の気がないじゃないですか。だから、そこに真っ黒なファンデーション塗ったらどうなります?ひどいでしょ?しかもすごく汚いベージュのアイシャドウとかつけて、口紅もつけてくれないんです。だから一回やり直してくださいって私言ったんですよね。そしたらムッとされて、もうこれ以上できません。びっくりしましてね。じゃあわかりました。私が後でやり直します。そのままで結構です。そう言ったら、大きな音を立ててパタ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 って片付けてさっさと出て行ったんです。それでその後スタッフが飛んできまして、いいですか、お棺に手を触れないでくださいね、蓋を開けないでくださいね、お母さんにも触らないでね、そう言われたんですよ。本当に頭にきて、そのお棺を私思いっきり蓋をどかして、母のその汚いファンデーションを全部落として、私が持ってたメイク道具で綺麗に化粧してあげたんです。おしろいをね、パタ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 と母の顔に叩いて、いくら叩いたって絶対痛いって言わないんだからって思いながら、もうなんかどうして勝手に死んじゃうのみたいなね、本当に今笑ってますけど、本当にね、その時のやり場のない私のこの気持ちをね、ファンデーションに託してパン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 叩いたんですよ。それでアイシャドウはちょっとこうピンク色で、母の好きだったブルーのラインを入れてマスカラを塗って、ほっぺにはピンク色のチークを入れて、そして唇に赤いリップカラーをのせました。おでこのあたり、やっぱりちょっと紫っぽかったんですね。それもきれいにファンデーションで隠しました。そしたらその様子をね、親族が見ていて、うわ、生きてるみたい。何寝てるの?起きなさい。みんなでそうやって母に声をかけたんです。お棺にかける布があって、今はその布の後ろにね、寄せ書きをするように演出されてるんですね。みんなそこにね、一言ずつ書いてました。例えば、ありがとうとか、お疲れ様とか、安らかに眠ってねとか。だけど私は、一言も書かなかったんです。私には病気で亡くなった友人、知人がいます。そして交通事故で亡くなった親族もいます。生きていたくても生きられなかった。それを知ってるので、自分で言ってしまった母に怒りの感情しかなかったんですよね。どうしても許せない。Thank you.
最後の別れ、父は母のおかんの横に立ってました。蓋を開けてね、みんなでお花を入れてあげるんですよね。そのおかんの蓋が開いた途端、父が声を上げて号泣しました。私は母の顔を見たくなくて、足元に花を一つ入れました。母はシルクの着物を着てました。私が選んだんです。母はシルクが大好きで、そして大好きな桜の花びら、これが無数に刺繍されてました。そして生の花で編んだ冠をその頭の上にかぶせてくれたんですね。だからお花のその冠がなんか可愛くて、70過ぎた母でしたけど妖精みたいだったんですよ。本当にその姿を見て父が泣き崩れて、私が泣くと父が自分を責める、絶対責める、それに私が泣くと母の親族が父を責める。だから私は父のために泣かなかったんです。父が悪い、父があの時母にタンスを持たせなければ、いや私が手伝いに帰っていたら、いろんなことを自問自答してみても母は帰ってきません。そしてね、今までどんなに楽しい思い出を作っても一瞬で崩れますよ。もう二度と思い出したくない、アルバムも開きたくない、一緒に歩いたあの街もあのお店も二度と行きたくない、そういうものに変わってしまうんです。大丈夫？聞いてくださってるあなたのそのお気持ちを考えると、辛い思いさせてるだろうな、そんなことを今考えながらお話ししています。あのね、うちにあったパソコンがね、実は壊れたんです。私編集作業をしますよね。困っちゃってね、カスタマーサービスに電話しよう、そう思いましてね。だけどナビゲートして直すって言っても、あれ結構時間がかかるんですよね。だから携帯から電話せずに自宅の電話、家電から電話しよう、そう思って受話器を取ったら壊れてたんですよ、その電話が。もう家電製品ってどうしてこう同時に壊れるんですかね。でひらめきました。そうだ、昔使ってた有線電話、あのコードレスじゃなくてコードあり電話、これをね使おうって思って、段ボールを探したらあったんですよ。その電話がね、中にカセットテープが入ってたの。マイクロカセットテープ、あの小さい小さいカセットテープ、これが電話の中にあって、外からかかってきてね、メッセージを吹き込むのがここ。それでコンセントを入れたら、それがいきなり再生したんです。昔のメッセージ流れてきたんですよ。ずっと聞いてたら、25年ぐらい前の母の声があったんです。用事もないのにね、かかってくるんですよ。何かこう理由を見つけては電話してくる。でその声を聞いてたら、2003年、私が泣く泣くね札幌へ帰ったその年のことを思い出しました。
実家の前にサイクリングロードがありまして、そこにね、大きな桜の木があるんですよ。エゾヤマザクラって言うんですかね。濃いピンク色の花で、八重桜がね、もううわーってたわわに咲くんです。そこに桜餅の葉っぱみたいなのがねついてまして、それを母と一緒に眺めてた日、これを思い出したんですね。その時、母が私に言いました。まさかあんたと一緒にこの桜の花をまた見ることができるなんてね。不思議。今度はお母さんが東京へ行って桜を見るわ、桜を見に行くわ。そう言われてね、お母さん何言ってるの、今札幌に帰ってきたばっかりじゃない。そしたら母が、だってあんたは東京に帰る人じゃない、東京に帰る人じゃない、だからお母さんが桜を見に行くの、ソメイヨシノ見に行くの。その時の母、上を見上げて桜の花を見て嬉しそうに目を細めて、頬がピンク色に桜色に染まってにっこり笑ってました。私は、ああ札幌に帰ってきてよかったな、ずっと母の笑顔を見つめてました。さよなら僕だけの君、忘れないよ。あの街へ行くんだね。バスが見えなくなっても立ち尽くしたけど、涙はこぼれなかった。暮らせないわけがあるから、仕方がないね。予定通りの別れ、それぞれの道は続いていく。明日からの街にも日は昇るし星も降るだろう。でも頑張れない時のために僕は祈るよ。せめて負けないように、何を夢見て
みが過ごすその街にも日は昇るし星も降るだろう。でも頑張れない時のために僕は祈るよ。せめて負けないように。2005年にリリースされましたアルバムドロップスからタイトルソングノエドロップスでした。いやー、終わりましたね。この時間お会いできたということは最後まで聞いてくださったんですね。ありがとうございます。今日はワンコーナーしかありませんので15分ぐらいで終わるかなって思ってたんですよ。そしたら気づいたら40分以上経ってましてね。いやー、びっくり。ワインそうだ、ワイン。エメラルド商事の社長に、君はいつになったら僕のワインを開けるんだいって言われてるんですよね。開けましょう。これマスカット色のフルボディ、白です。余市町と書かれてます。余市といえばほかちゃん、ほかまらで大活躍のほかちゃん、ほかちゃんのふるさとです。ラベルに北島秀樹、人の名前が書かれてます。ぶどう作りの名人だそうです。北島秀樹さん、2015年、ちょうど母が亡くなった年のワイン。うわー、社長知ってて送ったわけではないと思うんですけどね。偶然ですね。さあ、今日はですね、献杯したいと思います。私の手元に一つだけグラスがあります。もう一つのグラスはあなたのそのお手元です。ないないんだ。いや、なくてもいいです。あ、もちろん今取りに行ってもいいですよ。ストップボタン押してください。ピコ、今頃取りに行ってる人は何人いるんでしょうか。では今日は東日本大震災の命日、そして母の命日ですけれども、あなたにも大切な方を亡くされたご経験がね、あると思います。そのお一人お一人に哀悼の意を表して乾杯。うわー、マスカットの香り、うわーって口の中に広がってます。社長、美味しいですよ。社長はね、とっても気さくで自由気ままな人なんです。この番組も思うようにやっていいよ、自由にやっていいよ、コマーシャルだけ入れてね、そんな風に言われてます。社長がいなかったら今日のこの番組できませんでした。社長には感謝してます。ありがとうございます。そしてこのモノクロームレインボーは4月1日2周年を迎えます。これもひとえにあなたのおかげです。
いつもいつも励まされてます。ありがとうございます。これからも時々公開します。私からの季節の便りと思って待ってていただければ嬉しいです。今日も最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。東京はこれから桜の季節です。春を満喫してくださいね。お相手は名倉ひとみでした。あなたの心に七色の虹をかけるモノクロームレインボー。この番組はエメラルド商事の提供でお送りしました。